あ、ここで、はい、こんな感じですかね。はい、あ、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、トシヤです。はい、あ、そうですね、まあ普段あまり僕はなんかこういったインタビューっていうのは受けないようにはしてるんですけれども、まあオファーいただいた時にその番組名っていうのが、まあ、僕がすごい普段好きな番組だったので、まあ受けてもいいのかなって単純に思いましたね。はい、すいません、なんか上から目線になって申し訳ないんですけど、まあ、普段ちょっとインタビューっていうのはお断りしているので、まあ、ちょっとご理解いただけたらなと思います。はい、そうですね、僕は本当にもう同じメニューしか頼まなくて、やっぱりほとんどが、ダブルチーズバーガーで、次に多いのが、ビッグマック、もう この2種類ですね。いわゆる、月見バーガーとかグラコロとか季節もの の商品に関しては基本的には頼まなくて、ほとんどがダブルチーズバーガー、ちょっと飽きたなと思ったらビッグマック、もうこの2つですね。はい、ドリンクは、マックシェイクのチョコの S を頼みます。ただ今日は一杯飲みたいなと思うときは M を頼みます。プラス20円になるんですけどね。はい、カメラに向かってこちら、はい、そうですね、iPad 使いこなしてる人っているんですかね。はい、以上です。 ありがとうございました。またよろしくお願いします。どうも、としやです。まあ、冒頭見ていただいたインタビュー動画みたいな感じで、今日はちょっとイマジナリーラインの話をしていきます。まあ、イマジナリーラインは何かっていうと、簡単に言うと動画撮影をする上で超えてはいけないラインみたいな感じですね。はい、じゃあ超えてはいけないライン、まあ、超えてはいけないのかっていうところなんですけど、もう今回の動画はその超えてはいけないラインを超えてみたいっていう動画です。で、冒頭見ていただいた動画は、そのイマジナリーラインを超えていない動画です。ちょっとどういうことかというと、位置関係で言うと、iPad 使いこなして説明していきます。こんな感じ、はい、こういう位置関係になってますね。はい、トシヤと、これカメラですね、これカメラとインタビュアーがいてっていう位置関係になってますね。はい、でイマジナリーラインはどこにあるかっていうと、こうなるんですよ、イマジナリーライン。でこの赤いラインの、画面で言うと下側にカメラがあるじゃないですか、ラインの下側、このイマジナリーライン、赤いラインの上側で撮影しちゃダメなんですよ。もう下側でカメラ1台撮るんであれば、メインのカメラが下側で撮るんであれば、それ以外の2カメの位置っていうのは全部下側で撮らないといけないです。片側でしか撮っちゃいけないっていうルールが一応あるんですよ。ルールというか、まあルールですね。まあなぜそのルールがあるかというと、見ている視聴者にこのカメラとか被写体の位置関係が分からなくなっちゃうから、混乱させてしまうから超えてはいけないんです。超えなければ位置関係っていうのは基本的には分かりやすい状態にはなってます。でちなみに2カメはどこへ撮ったかと言いますと、どこやったっけ、ここか、結構横やから多分ここで撮ってますね、2カメはね。はい、右側にありますね、トシヤの顔面のアップを撮ってます。1カメで手元までが映るウエストサイズぐらいかなで撮ってます。これ2台体制で言ってます。だから例えばこっち側からこれで撮っちゃうとラインを超えちゃってるんです、赤いラインの上から。これだと位置関係が分かりにくくなっちゃいます。まあ実際そのどう分かりにくくなるかっていうのをちょっと見ていただきましょうか、動画で。NG 版というか超えたバージョンも撮りました、どうぞ。はい、まあ、先ほどねマクドナルドの話をしたんですけど、モスバーガーっていうのは基本的には行くことはないです。ハンバーガー食べたいなと思ったら僕はマクドナルド
にしか行かないので、まあ、どうしてもマクドナルドがなくてモスバーガーしかないっていう時はモスバーガーに行くんですけど、基本的にはマクドナルドになっちゃいますね。どっちか選べっていうと。なので、まあ、モスバーガーの好きなメニューはって聞かれてしまっても、ちょっとどんなメニューがあるのか、把握しておりません。はい、結構分かりやすく超えてみました。どうですか。まあこれ位置関係というか、もう被写体が一人なんで、まあ、位置関係が割と混乱することはないんですけど、まあ、これ例えば僕がインタビュアーが映ってないバージョンなんですけど、例えばインタビュアーが映ってるバージョンもありますよね。例えばこういうやつ、こうインタビュアーっていうか、インタビュアーと僕トシヤが向かい合わせになって、その真ん中ぐらいで1カメを置いて、2カメ3カメは2カメがインタビュアーちゃうか、2カメがインタビュアーのアップを抜いて、3カメがトシヤのアップを抜くみたいな、まあ3大体制、まあ、よくある流れですよね。あれ、なんでこれの話してんねや。こういうやつだと結構そのラインを超えちゃうと分かりにくくなりますね。ラインがこう、これで言うとイマジナリーラインはこうなります。はい、でこれで例えば4カメをこのラインの上に置いてしまうとこんがらがるんですよ、余計に。一人だと割とまあ分かりづらくなりにくいんですけど、これまあ解説しますと、まあ、メインの1カメ、その今わざと入れ替えたラインを超えた映像なんですけど、1カメで言うと僕ってこう画面で見ると左向きになってるじゃないですか、左向き。でも2カメのアップっていうのは右向きになってるんですよ。だから向きが変わっちゃってるので、なんかどっからどう見えてるのかが分かりづらくなっちゃうから、基本的にはラインを超えちゃいけないんですよ。まあ、これはね、その1か被写体が1人なので、まあ、混乱はしづらいんですけど、これがさっき言ったこっちバージョンになっちゃうと、もうめちゃくちゃ混乱します。ちょっとこれね、僕一人で全部やってるんで、この映像っていうのはちょっと撮れなかったんですけど、このパターンの映像、これをやる、このパターンの時にイマジナリーライン超えちゃうとむちゃくちゃ混乱します。よくわからない位置関係になっちゃうので、これは注意が必要ですね。で、僕は今回この映像っていうのは、この YouTube の映像っていうのは、このイマジナリーラインをちょっと超えたいなと思って動画撮ってます。超えたバージョンの動画も撮ってみました。まずちょっとそれ見ていただきましょうか。はい。あ、そうですね。まあ普段あまり僕はなんかこういったインタビューっていうのは、受けないようにはしてるんですけれども、まあオファーいただいた時に、その番組名っていうのが、まあ僕がすごい普段、好きな番組だったので、まあ受けてもいいのかなって単純に思いましたね。はい、すいません、なんか上から目線になって申し訳ないんですけど、まあ、普段ちょっとインタビューっていうのはお断りしているので、まあちょっとご理解いただけたらなと思います。はい、みたいな感じです。ちなみに今のわざと超えたバージョンはこういう位置関係になってますね。はい、これがわざと超えたカメラです。まあこれ、まあ、僕の中の理論ではあるんですけど、一般的には基本的には超えない方が、無難です。ただ僕はなんか超えてもいいんじゃないかなと思う時があって、例えば超えた方が背景の、なんて言うんでしょう。もう今回ちょっとね、室内なんで、いまいちなんですけど、例えばこのカット。このカットとかは、背景のちょっとすりガラスを映してるんですけど、例えばこれが、なんでしょうね。インタビューしてる部屋の奥にすごく象徴的な印象的な絵画があるとか、わかんないですけどね、印象的な窓ガラスがあるとかわかんないですけど、なんかそういうなんかちょっとインパクトがあるものを映したいときはあえて超えちゃってもいいかなと思うんです。まあ、これはちょっと室内でもうすりガラスしかなかったんで、あえてすりガラスを映してるんですけど、なんか奥に見せたいものがあるとか、逆に被写体の、状況をあまり見せたくない時とかは、なんかこういうのを、被写体をちょっとぼかしたりね、する絵があっても超えれるんじゃないかなって僕は思います。とか、例えば、このカットとか、こう手ゴミョゴミョしてるカット、これって超えてるんですけど、まあなんか見れるなって僕は思うんです。まあ見れないっていう意見もあると思いますけどね。とか、これとか。目だけのかと、まあ、もうちょっとこれ寄っちゃってもよかったんですけど、僕は動画っていうのはこの状況とこう感情の
2パターンでこう構成していくものだと思ってます。でインタビューの基本的なこの1カメの構図っていうのは状況をしっかり見せてるんですよ。でさっき言ったあの NG パターンの2カメで言うとバストアップぐらいの別アングルから撮ったやつ、これも状況なんですよ。だから状況が混乱する場所から撮ってるのに状況を説明するカットで撮るからすごく混乱させてしまうんですよ。でも逆に状況がすごく分かりづらいカットなら超えていいんじゃないかって思うわけですよ。だから例えばさっき言ったすりガラスを映してるカットも状況を見せてるわけじゃないんですよ。奥のすりガラスを見せている。だから超えてしまっても OK。 例えばこれって状況じゃなくて、まあラインは超えてしまってますけど、手元のなんかこうもぞもぞしてるちょっと恥ずかしさを映してるのかな、ちょっとわかんないですけど、意味は特にないんですけどね、あのラインを超えるために撮ったカットなんで。でもなんかそういう状況っていうよりも恥ずかしさみたいな感情を映してるカットなので、これも超えても OK。 でも超える必要がないなら超えない方がいいっていう感じです。あえて超えてます今回は。次のカットもなんか目だけ、なんか目ってなんか口ほどに物を言うみたいな言うじゃないですか。だからそんな感じで、そのここにこういう人がいてこういう風な表情で座ってますよじゃなくて、それ状況なので。でもこれはなんかどういう感情で喋ってるかっていうところなので、状況を映してないから位置関係とか関係ないみたいな感じで超えれるんじゃないかって私は思います。だからこういうカットを使うと超えれる。でも超えなくて済むなら超えない方がいい。ただ超えることでちょっと視聴者にインパクトというか違和感を与えれるんですよね。なんかこう真面目にずっと同じ方向からしっかり映すっていうのももちろん映像の基礎としては大事なんですけど、どっかでインパクトを残すっていうのであれば、僕はあえて超えるっていうのもありだと思います。なんでしょう、例えばインパクトあるワードを言った時に逆から位置関係ちょっと混乱させる、でもすごいいい表情のラインを超えたアングルとかがあったら、僕はそれはそれでね、なんかインパクトのある面白い映像になるかなと思います。これね、ちなみに今回インタビューの動画で作りましたけど、何でしょうね、インタビューに限らずイマジナリーラインとは基本的に全ての構図においてあるんですけど、例えば、まあ、よくあるのがこういう感じのショット、例えば人が歩いてますよこっちの方向に、でそれをなんかこっちからこのカメラで撮るってなると、これもイマジナリーラインはもちろんあって、こういう風なラインができますね。はい、こういう風なラインができます。だから歩いてるショットを撮るんであれば、こっちが下側で全部撮りましょうねっていうのもありますね。歩いてるのとか、こう被写体が向いてる方とか進行方向とか、そういう時にイマジナリーラインっていうのができたりします。基本的に全部あるのかな。僕その、まあ、余談ですけど、結婚式の映像よく撮るんですけど、結婚式の映像を撮る時に一番そのイマジナリーラインを実感するのって花嫁のお手紙だったりするんですよ。あれってこういう位置関係ありますよね。花嫁さんがいて、で反対側に親御さん4人がいるみたいな。これもラインがこうできるんで、こんな感じでラインができるんで、こんな感じでラインができるんで、これは超えないようにしますね。うん、なんかこのショットは花嫁さん左向いててそれを聞いてる両親撮ってる時に反対側行っちゃうと両親も左向いてるカットになるんですよ。なんか向かい合わせになってないみたいな表現になっちゃうんですよね。だから花嫁さんこう誰に向けてお手紙読んでるのかわからないみたいな。わかるんですよ、わかるんですけど、なんか映像の構成的にわからない映像になっちゃうので、その辺を注意するといいかなと思いますね、ウェディングに関しては。はい、というわけで、以上になります。ご視聴ありがとうございました。さよなら。